ウィンターカップ2022兵庫大会女子決勝戦、前半終わって44対29、三田翔星が神戸龍谷をリードして、この後ゲーム後半に向かいます。3連覇を狙う三田翔星、初谷博史ヘッドコーチ、51歳、創部6年目、就任6年目でチームを3連覇に導くことができるでしょうか。この後後半です。一方、6年ぶり6度目の優勝を狙います神戸龍谷、選手たちには笑顔が見えます。3番福家のこの後活躍も楽しみ。こちらは一方、三田翔星のキャプテン、23番の米倉香音、お互いのキャプテンの意地のぶつかり合い。さて後半第3クォーターティップオフスタートです。入り方大事ですね、はい、迷わずいってほしいです。56番徳田、あ、いい形だったんですけどね、はい、惜しくもボールは落ちました。2番の野下、23番米倉、後半まずどちらが先に点を取るでしょうか。後半立ち上がり、小林、守ったのは神戸龍谷。スリーポイント打ちます。ボールを回します三田翔星、ババ自らドライブ、3秒オーバータイムですね、はい、ゴール下に3秒以上とどまってはなりません。後半入ってこう硬い形で始まったので、見ている方もちょっと緊張しますね。そうですね、また新たなスタートという後半です。はい、第3クォーター1分が経過。ボールを回します神戸龍谷、スリーポイントは落ちました。この後まだ入らない、お互いに守り合いという第3クォータースタートしています。そうですね、ボールはよく回ってたんですけどね。そうですね、あっと神戸龍谷チャンス、決めきれるか、決まりました。56番の小倉、高木原ヘッドコーチも力が入ります。神戸龍谷です、先手取れたのは大きいですね。そうですね、まず後半立ち上がりは神戸龍谷、逆転自ら仕掛けていきました。こういう展開に本当に強いですね。そうですね、必ずやり返せるような形です。守った三田翔星、2番は野下、3年生、25番の馬場、今日は14得点、来ますね、ワンワン、小林来ました、決まりました。強いフィジカルを持ってますね。52番の小林日向子、おいい形ができましたが、すごい3番を徹底的にマークしておりますね。そうですね、走りたいですね。おっ、ここは賢いです、まだ来ています。8番の島谷、56番徳田から3ポイントを打っていった。8番島谷のシュートは外れます、6番和田のシュートは外れます。なかなか硬い第3クォーターになっています。そうですね、一気に行くかと思いきや、お互いルーズボールの取り合いであったり、ディフェンスが硬かったりという形ですね。はい、
そんな時に23番の米倉さんが動き出すんじゃないですか。自ら打開しようというプレー。ボールは三田翔成です。神戸龍谷は45番の山本と25番キャプテン高橋が入ります。ショットクロック残り3秒。3番瀬戸のシュートは落ちました。24秒オーバータイムですね。はい、リングに当たらなかったので龍谷ボールになると思います。点差は17点。三田翔成が神戸龍谷をリード。この1本大事です、ね、これ取ると楽になるかもわからないですね。はい、山本いいヘルプです。走ってます、走ってます。小林2人に囲まれてもファウルをもらいました。すごいですね、2人3人来てもちょっとの隙間があればそうですね、ねじ込んでシュートまで持っていくスキルがすごいですね。持ち前のフィジカルを生かしてリバウンドも取りたいと話した小林ですが、ここ何回ボール触られても手触られてもシュートまで行くぞという気持ちが3年生でしたっけ。3年生ですね。さすがですね。まあ、この小林はこれまでチームメイトに支えられてきたと。ただ今日のゲームはこの小林がチームを支えています。はい、素晴らしい戦いです。プレーです。松谷博史ヘッドコーチも期待をしているこの52番小林、静岡の羽鳥中学からやってきました。なるほど、はい、決めていきます。ここから打ってきました。フェアボール走られますよ。はい、25番走ってます。ババ3番瀬戸のスリーポイント。この後もやはり52番の小林もゴールした。強いディフェンス。3番瀬戸さんのスリーポイントが決まっていればと思うとちょっとドキドキしますね。はい、そうですね。グッと三田翔成に流れが行こうかというところでしたが、それが落ちました。あ、米倉から岡田のシュートは外れて小林。ナイスリバウンドですね。はい、気持ちで走ってます。ファウルです。シュート体勢でのファール、はい、フリースローです。スリーポイントエリアなので、はい、フリースロー3本という形になりますね。ああ、今のプレーの前も52番の小林のディフェンスリバウンドも光りました。はい、神戸龍谷がタイムアウトを取りました。後半3度認められているタイムアウトです。18点差という第3クォーター、残り5分15秒です。まずは神戸龍谷が第3クォーター先手を取ったんですが、その後なかなかこう爆発的には点が取れてませんね。はい、三田翔成の方がこうやらせない形で、リバウンド取ったり、52番の小林さんが、はい、体張って戦っているので、それを引き、龍谷側に持っていかさなかったっていうのがすごいですね。そうですね。それと三田翔成もじわりじわりといい流れを持ってきているので、はい、ここのタイムアウトをきっかけにまた戻してほしいですね。はい、三田翔成、今年のテーマの一つが組織力と初谷ヘッドコーチが話していました。まあ、みんなの力を組み合わせる力とこう折り合わせる、それで組織とこう紐を編んでいくようにこう強くしていく、紐のもう強い結びになっていくんだという話をしていた初谷ヘッドコーチです。はい、
その点数から見てもやっぱりそれができてきているのではないかなと、いろんな部分でも点数取れたり、はい、期待された子が、すごく活躍したりというところで、本当に組織としていい組織だなというふうに感じますね。手応えを感じているという初谷浩ヘッドコーチ。フリースロー、3番の外のフリースロー、里見央奈3年生、大阪羽曳野の高橋中学の出身、決めていきました。前から来ました。あ、トラップですよ、はい、あっとこのまま流れ持っていきたいですね、はい、スティールしてから米倉のシュート、いいタイムアウト明けですね。龍谷がタイムアウトを取ったんですけども、三打創生から仕掛けていくという形です。さすがは3連覇を狙う三打創生。点差が22点になりました。48番の岡田、今まではずっとボールのところにスクリーン行ってたのを、裏にして見てないところを掘りましたね。天の竹のシュートは入りません。外、外のスリー、6番の決まりました。迷いがなかったですね。25番高橋キャプテンのシュート、スリー、しっかりコントロールしながら、はい、ズレを作りながらチャンスを伺っているところですね。1対1のシチュエーションです。はい、決まりました。心理的ですね。今までどん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 ゴール下に飛び込んでいたのをステップして、それもシュートという形ですね。さまざまな攻撃のレパートリーがあるんですね、三田翔成。外を回して高橋キャプテンのスリーポイントは、ボールは三田翔成、リバウンドのファウルです。はい、こちらが25番の高橋美久。自ら行きます。行きましたね。馬場のシュートです。決まりました。キャプテンふけ、外フリー高橋、ダブルキャプテンの2人のパス、これは守っています。三田翔成です。じわりじわりと三田翔成がリードを広げています。第3クォーター3分を切っています。パス、いいディフェンスでしたね。三田翔成がよく守ったんですね、はい、小林がここにいます。三田翔成、ここもしっかりと時間を使いながら、25番の馬場から中を見る、自ら仕掛けて3番瀬戸、ショットクロック残り1秒、これはエアボールになります。はい、ボールは神戸龍谷です。こちらもいいディフェンスでしたね。はい、さてこの守りから、そうですね、この1本を取りたいところです。はい、39番西村が入ります。神戸龍谷、71番の河野から、はい、あ、いえ、残り2分でどれだけ詰めて4クォーターに持っていくかというこの2分もすごく大事なところですよね。そうですね、神戸龍谷はまずここを決めたい。ナイスプレーです。ここは決まりました。
53番の桜井、はい、今までドライブドライブって言ってたのを急にこうバックカット入れて、はい、いい見事なプレーでした。いいパスでしたね、はい、ファウルです。そうですね、点数取ってという形ですね。このドライブで見せといて裏に走り込んでシュート、ね、39番西村から53番桜井への素晴らしいパス、そしてシュートでした、はい、39番西村もか、こちらは53番桜井、明石の野々池中学出身。さあローポスト小林、これはシュート打たせません。よく守ったのは神戸龍谷。また少し神戸龍谷の方も三田翔征を追いかけてっていうところが出てきているような気がしますね。あと1分45秒、はい、いい形で4クォーターにつなげてほしいです。そうですね、人もボールも動いてますからね、はい、ズレをものにできるかというところですね。いいですね、いいですね、決まりました。もう人もボールも動いてていいプレーだったと思います。ここからです、絶賛というプレーでした、はい、ここのディフェンスですね、はい、さっきファールになってしまったので流れ止まってしまいましたけど、このまま行きたいですね、はい、残り1分10秒、ただ神戸龍谷はチームファール4つ、次のファールでは相手にフリースローを与えることになりますが、走りたい。さあ3番付けから71河野シュートを打った、ファイルをもらいます。フリースロー2本、神戸龍谷としてはいい形ができてますね。そうですね、ディフェンスからの速攻でファールももらえてという形なので、このフリースロー後も前からディフェンスするんじゃないでしょうか、はい、25番高橋キャプテンが入ります。6番の和田も入りました。フリースローは8番の島谷芽衣、2年生、淡路の綱中学の出身。これで島谷は今日10得点2桁です。残り1分を切りました。第3クォーター、ダブルチームでいきます、はい、開いた、あよく戻りましたね。8番の6番の和田、なかなかダブルチームからゴール下まで走るっていうのは運動量がいいかなと思いますけども、はい、走りました。そうですね、このダブルチームからゴール下で一生懸命走るところですね、はい、ナイスプレーです。6番和田もか3年生、いいプレーが出ました。神戸龍谷15番のババディエンスを背中で抱えながら自分のコース、はい、ヘルプ来たらパス出すというところも選択肢を持ちながら最後はシュートという素晴らしいです。今日18得点というババです。高橋キャプテン、スリーポイントが得意、決まりました、来ましたね、ここです、これですね、あと15秒、はい、守れるか。三田翔征がきっちりとボールを運びたいところです。はい、さあこの後あと5秒です、残り5秒、決められるか、決まった西村、39番神戸龍谷が追い上げて第3クォーターが終わりました。61対44、この放送はグリーンアリーナ神戸からお送りしています。